思えば予選から続いてスペイン国歌です。北澤さん、本当にこの国際的な規模ですよね。世界の大会を今日のゲーム、両チームまずこの立ち上がりは北澤さん、どうご覧になりますか？まあ始まったばかりでまだ点も動いてないですからね。スタミナは全然来た。Thank you.
時間で追加。
攻撃です。緊迫の決勝戦、まずは前半45分を終えました。カヤッコ、まさに大爆発というところです。さあファイナルステージ、前半ご覧になっていかがでしたか。主審バーダとしてはこういった緊張感の高い試合で前半のリードを保てたのは大きいですよね。ただ試合の流れは急に変わったりしますから、ここを改めて引き締め直した方が良いでしょうね。45分後、栄光を手にしているのはどちらか、現時点では神の水を知るという結果になっています。インターナショナルカップ決勝、スペイン対スジュンバダ。スジュンバダ大量リードで後半を迎えます。さあキックオフです。もう一つ前に行きたい。仕掛けるか、しっかりミートしたシュートでした。いやー、思い切って打ってきましたよね。いい試合ですよね。ここも堅い守りでボールを奪います。スジュンバダ、細かいパス回し、パスでつないで攻め込んでいきます。スペイン、どうする。
できていると言えるんじゃないでしょうかね。かなり裏へのスルーパスを警戒しているみたいですよね。先ほどからディフェンス陣が相手選手に対して少し距離を置くように守備をしてますよね。なるほど、確かにスルーパスに備えているっていうような印象ですね。まあディフェンダーとしては自分のゴールに背を向けて守れているうちは割と安全なんですけど、
配に応えました。いやこの采配は大当たりでしたよね。監督の期待にしっかり応えてきましたよね。いやこうやって追加点が決まることは全体的にチームが乗ってきていると言ってもいいんじゃないでしょうかね、はい、非常に意味のあるゴールと言えるんじゃないでしょうかね。さあ一気にカウンター、アーチのようなパス、ちょっと伸びてしまいました。
ゴールなんですが、中盤で奪ったという攻撃ですよね。いかがでしたか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、ここになるような見事な時間帯でしたね。これで今日4本目です。こう立て続けですと勢いがきますよね。チームがこういい状況になってますよね。そうですね。裏のスペースを狙う、スペースを狙う、バレー